こんにちは、シボトです。今回は BC リッチ国産のイーグルと韓国のモッキンバードを鳴らし比べていきたいと思います。こちらのイーグルは千葉管楽器に入ってまいりまして、低発機の国産イーグル、なんと税込み88,000円、非常にお手頃価格です。でこちらは私のモッキンバードなんですけれども、韓国製でいろいろねカスタムしてあるので、詳しくはこちらの動画をご覧いただけたらなと思います。まずざっくりなスペックなんですけれども、イーグルからね見ていきましょうかね。マホガニーバックにネックもマホガニーですね。トップがメイプル、非常に綺麗なメイプル、いいですね、高級感ありますね。ゴールドパーツ、指板はローズで、インレイも綺麗です。でバインディングもねしっかりありますよ。そしてヘッド、これまた高級感があります。バインディングがいいですね、ゴールドパーツにね相まって非常に高級感があります。でジョイントはセットネックになっております。ペグはリッチのオリジナルと、まあさすが国産ですね。作りもしっかりしてるし、もう抜け目ない感じ、見た目から何からしっかりした作りだなというところでございます。ではモッキンバードいきたいと思いますが、これはね動画1本撮ってるので、詳しくはそちらをご覧いただく感じで軽くねいきましょう。ボディはウイングがマホガニーで、センターはメイプルのスルーネックになっております。ピックアップは EMG、 そしてディマジオのスーパーディストーションを乗っけています。これはもう完全に X ジャパンヒデ仕様という風な感じで仕上げております。じゃあ順番的にはイーグルのクリーン、木琴のクリーン、イーグルの歪み、木琴の歪みみたいな感じでいきましょうか。生音からねいきますか。うん、ブリッジはねしっかりしてるからかちょっと硬い感じ、うん、ちょっとねテンションも高めで、これもね音にはね影響してくるんじゃないかな。ではクリーンから、しっかりしてて一音一音のバランスがいいですね。ではミックス、というかおしゃれ感がある感じ、全然こう下品さはないですよね、上品な感じがしますね。ではこちらのモッキンバード、ちょっとね若干下品さがあるかもしれないです。じゃまず生音からいきましょうかね。まあバランスいいというか特に特徴はないかな。でリアから、ピックアップの違いが大きく音に影響しているという風な感じです。では続いてね歪みでいきましょう。歪みいきます、
倍とか。まあ、上品さもありながら、この辺のね、ハイフレ12から14あたりのこの噛みつき具合、バイト感っていうのは、BC リッチらしさがね、すごく出てるんじゃないかなと思います。では、ひじみ。ザクという風な感じになっております。まあ、このね仕様は好みですよね。まあ、BC リッチはどうしてもね僕的にはねこういう風なサウンドにしたい感じにはなるんですけれども、こういうね上品さのある BC リッチっていうのはこのままね使うのがいいんじゃないかなと。ジャンルの幅も広がるし、ロケンローな感じののはもちろんいけるんですけれども、まあ、J-POP なんかもね全然いい感じでね使えると思いますよ。まあ、見た目的にもね非常にテンションの上がる一本というところで、あとは価格帯的にもね8万8000円と割と手のね届く範囲というか、まあ、買いやすい購入しやすい価格帯になっておりますので、ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。マホもねいい感じっすよ。まあ、国産時代のですねいい材が使われてたんだなっていう風な感じがいたします。表の見た目もいいけど裏もね要チェックです。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。